今回は信長の野望申請実況していきたいと思うんだぜ。マリサが来ただと。ああ、満を持して私が来たんだぜ。ということは。ああ、縛りプレイだ。と言いたいんだが、正直今作は非常に縛りプレイが難しい。まあ、今後の展開的なものを先に説明してしまうと。今回選択するシナリオは1553年終わり統一。タイトルからわかるように私が好きな大名に一人長宗我部家を選択するんだが。そこに含みがあるわけか。当初の予定では外交禁止で行こうかと思っていたんだぜ。思っていたってことは完璧に崩れたんだな。ああ。他勢力と隣接するたびにホラガイが鳴ってな。上級での外交禁止はかなり厳しいと判断して普通なプレイになる予定なんだぜ。まあ、プレイヤースキルがないとも言うけどな。そんなものは最初からないからな。ここあたりの勢力の伸び方も楽しみにしてもらえればなと思う。かなり楽しい展開になるからな。というわけで、もろもろ省いて長宗我部家でスタート。各種設定はいつも通りだから割愛なんだぜ。というか、一条か。近くの三好家が最大の敵になるはずなんだぜ。お工場一つで攻められたら即終了だな。軍開発をしつつ、元山か秋を攻略する準備をするんだぜ。てか、氷城があるところ入れてゴツだけかよ。軍一つ一つはでかいんだけどな。特性をようやく各用紙出した今日この頃。うまく城主と領主で組ませれば強い部隊が作れそうだが。そういうのは面倒なお年頃。というか、元近くんの特性は狭すぎないか。四国から出るな予感が半端ない。まあ、実際四国の中だけで戦ってたからわからんでもないが。出たのは摂津川だけかな。いや、普通に小田原にも朝鮮にも出かけてるぞ。となると、メインが四国だからかな。そういう判断なんだろうな。軍開発だけが進む。身動きが取れんからな。徴兵はどんどん増えてはいるけど、ここでのうち開墾が。あれ、いくらかかった?1000円だな。長宗我部家の月収7ヶ月分か。当分無理だな。大農村作る前に城攻略が先になりそうだな。攻められない保証があればだけどな。一応、三好家とは隣接してないから問題ないんじゃないか。ああ、元山城の軍が間にあるのか。問題は、元山城でも秋城でも隣接するのが問題だけどな。三好家とは争わなきゃない運命だな。というわけで、収入増加を狙い秋城を攻めるんだぜ。兵数差は2倍近く。城も近いし緩く包囲しても攻略できるだろ。多分な。なんか始まった。元近くんが初陣か。この話でバカにされつつも実践して評価されるお話だな。まあ、初陣なんてそんなもんだろうな。いきなり敵、それも同じ人を殺せっていう話だもんな。かなりの覚悟がないと難しいはず。むしろ、これを実践できるあたりの根性がすごい。やれと言われてやれることじゃないからな。多分かよ。後日談はなしか。このまま戦が始まれば後日談があるかも。だといいな。まずは軍を制圧しつつ。そういえば、政策が唐突に浮きになったんだぜ。一両具足。軍備日数が減る政策か。これはいいもの。攻略目標を定めて攻めれれば使えると思うが。あんまり多用しないイメージが。そこあたりはプレイスタイルかもだけどな。まあ、使えない固有政策じゃないかと勝手に判断しておくんだぜ。レベル3で2000円はそれなりの金額。今の130円程度の月収でどうにかできるレベルじゃないな。さあ、再開だ。一条さんが。お前に免じることなど何もない。これさ、免じたんだから何か見返りが欲しいよな。対価払ってるのは秋香だもんな。行使する側と行使された側派にはメリットないんだよな。次のターゲットに一条家を設定するだけだもんな。恨みしか残らん。となれば、一条家を攻めるか元山家を攻めるかの二択だな。秋家攻めたら邪魔されるのは確実だからな。兵糧はほぼ回復しているな。じゃあ、一条家じゃなくまずは元山家から。一条家の中村御所までは少し遠すぎるんだぜ。今度は邪魔はいるなよ。問題なく城攻めができているな。問題は攻め切れるか。結構耐久高いな。兵糧も少し心配。あと60日分くらいか。こう見ると、信長様の魔王は強すぎだな。軍即時制圧だったか。
そうそう、あれだけでかなり攻略スピードが変わりそう。固有政策の添加付部でさらに制圧速度が上がったような。そうそう、信長様は即時制圧、部下は制圧速度上昇という恐ろしさ。そこあたりが織田家の強さなのかもな。てか、納期開墾が渋滞してきてる。三つもか。とにかく城増やして収入増やさないと話にならん。まったくだな。よろしいでしょう。秋香と停戦が終わるか。元山家の次にしたいところだが。三好家が邪魔してこなきゃいいけど。ギリギリいけるか。さあ、行くぞぞ。腕が鳴るわい。これで野戦に勝てば。向こうにはまだ足りぬ。なんとか攻略できたか。ギリギリすぎる。一条スタートだとほんと厳しいな。大勢力が近くにいるだけでも死ねるけどな。観念せよ。全員投入できれば。精神性。二人だけ。返します。おいおい、優秀なのがダメじゃないか。それでも人材不足なのに。まあ、なんとかするしかないな。うんと、首を取らぬ。まあ、ここからリスタートだな。ああ、まずは土佐制圧か。土佐じゃなく四国制圧しろって言われたし。目標は大きくだな。元山城は、元近くんに任せるか。宿老だから全部の軍を収められるからな。掌握速度、建設速度、どちらもピカイチだからな。引き続き内政タイム。退屈だが、内政をしないと前に進めないからな。三好家が攻めてきた。もうだと。数は3000。なんとかできる数字だと思いたいが。元山城と工場合わせて1000しかいないんだけど。攻めてくるまでに城兵が回復するかだな。てか、白地城と総上からの出陣だから。時間差をつけた格好撃破ができる。いけそうな気がする。嫌な予感がする。行くさぞ。なんとか避けたか。この状況できたら泣ける。復興費用が捻出できないだろうな。増えても月収313円しかないからな。貧乏は赤いのの担当なんだが。話してる間に白地城の部隊は撃破。一度戻って再出陣するんだぜ。相手は鬼祖豪か。停戦がどうのこうの言ってる場合じゃねえ。1300程度しか集まらなかったんだぜ。今度は温泉が出た。納期すら渋滞してるんだぞ。温泉は二の次だな。国近一人じゃ厳しいな。兵が少ないけども土地にも出てもらう。強撃でなんとかなればいいが。どうだ。戦の始まりぞ。なんとかなりそうな存在を与えてる。元地は壊滅。あとは国近との一騎打ちだが。存在比で負けてる。鬼祖豪は化け物か。お金が1000円貯まった。とにかく城兵を増やさないと話にならん。国近勢は間に合うか。少し耐えろ。と思ったけどダメだった。そ、まともな準備ができてない状況で攻めるとこうなるのか。てか、普通にいくら備えても厳しい気はする。とにかく取り返して三好家に一矢報いるんだぜ。なんとかなるのか。取り付いてしまえばなんとでもなるだろ。耐久がどんどん回復していく。急ぐんだぜ。制圧した。よし、城攻めなんだぜ。早々に奪ってくれる。大農村が完成。これで城兵上限が大幅に増えたな。回復速度も速くなると嬉しいんだけどな。取り返した。こういう戦いをしていて大丈夫なのか心配になるんだぜ。城をとにかく増やさないと話にならないからいいんじゃない。ならいいんだが。というわけでまた来ました。今度は4000か。三好家は他を攻める選択肢はないの。上祖壁家を目の敵にしているんだろ。鬼祖豪が来なければなんとかなると信じたいんだぜ。まず白地城の部隊を撃退。次は国衆か。国衆は弱い。武将がいる国衆はその武将に依存するから面倒だけどな。問題は小水城から来た稔九三。一九三みたいなノリで言うなよな。
ギリギリだが行くか。いかに動くべきか。攻め潰してくるよ。約1600だから行けそうな気がするんだぜ。さらにもう機械婚していく。どんどん情勢を増やしてくれ。さらにもトチーにも出陣してもらう。敵を知り、いけると信じて。さあ行くぞ。腕が鳴る。圧倒できてる。なんとかなりそうだな。追加できた。いや注文してないんだが。さらに増えて5000だって。1000ずつ増えてるじゃないか。陣を構えよ。戦の始まりぞ。しょぼいけどやってっか。の木口に追い詰めて。元チーの強撃でなんとかなるかわからんが。壊滅はするなよ。この元地区鬼枠と呼ばれすぎる。見知りよけ。国地下勢がそろそろ限界。気にせず攻めるんだぜ。実球さんが撤退だ。首でも取れたらよかったんだが。存在もそれなり。兵数が厳しい状況で痛いんだぜ。とにかく一度退却。いかに動くべき。3度目の迎撃戦。鬼祖豪も来ているのか。さあ行くぞぞ。これは厳しい。腕が鳴るわい。厳しい。元近くんにも出てもらうしかないか。行くぞ。足を動かせ。兵数では逆転した。元キーが壊滅したけど、なんとか三好勢も撃退できたな。まだ後続が来てるけど一度下がる。兵糧が少しもったいないけどな。なんとか3度目の攻撃を撃退できたか。追加注文です。いや頼んでないんだが。今度も5000だって。機内の連中は三好家攻めろよ。ほんとそう思うよな。さあ、迎撃だ。今度は港か。農地は全部終わったんだよな。次は収入増やしていかねば。徐々にお工場の兵が増えてきてるからなんとかなってきてる。こうなってくると腰兵糧が心配になってくるんだぜ。今で32日分しか持ててないのか。軍の開発しかできてないからな。そろそろ浄化施設にも手を出したいが。先立つものがな。攻め潰してくれよ。残り枠2周だけ。直ちに騎乗するのだ。引き上げてくれた。なんとかなったか。あとは城兵が回復したら秋城攻めだな。しばし体力回復。兵が回復したけど兵糧が足りぬ。交易港ができて収入は少し改善したが。月収が545円まで増えた。となれば、秋城攻略だが。誰かが元服した。キラさんだ。上祖壁家の武闘派が来たか。となれば、早く城主に攻めば。となれば、秋城攻め行くか。全力で動いたら兵糧が72日しか持たん。なので、多少兵を少なくして兵糧が120日持つようにするんだぜ。三好家の備えも必要だもんな。好きあらば攻めてきやがるからな。このまま行けば問題なく落とせる。三好家の領土が赤くなった。攻略目標を定めてきやがったか。早く攻略して戻らねば。腕が鳴るわい。温泉もできた。2ヶ月待てば1000円貯まるからな。悲しい話でもあるけど、あとは最後の抵抗をしてきた秋勢を撃破して。秋城攻略。これで東土佐を制圧できたか。厳しい道のりだったけどな。この後なんとかなるのかすごく不安なんだぜ。あとはみんな願えれば。投用できた。よし、少ないが増えてよかったんだぜ。秋城を攻略して、気づいたら一城家が滅亡していたところで今回はここまで。
次も見てくれよな。